はいどうもこんにちは、これです。今回はサムライスピリッツの無課金キャラですね。明日は課金キャラとかやっていこうと思うんですけど、今回は無課金キャラのね、交換所解説、そして、ダンジョンキャラのね、静か御前について性能解説していこうと思います。はい。まずちょっとね、先にね、交換所だけ見ていきましょう。はい。あ、ちなみにこの後周回編成紹介します。目次書いてると思うんでね。まずは、無課金キャラで交換できる黒子ですね。黒子に関しては、バランスタイプで、まあ、覚醒に関しては7強に神キラー、悪魔キラー、ガドブレがあって、意外と汎用性は高いかなと思う。そこまで悪くはない。で、スキルに関しては4ターンの間最大 HP20% 分回復。お邪魔毒爆弾ドロップ、闇ドロップに変化と。まあ、13ターンのスキルも8ターンなんでね。2体いれば一応4ターンの間最大 HP20% 分回復がループできるんだけど、もちろんね、1回限定なんで、まあ、次のサムライスピリッツコラボが来るまでは、まあ、2体をループしてってのはできないしね。で、正直言ってこのキャラ2体枠に入れれるパーティーってあんまないんですよね、正直言って。だから個人的には、まあ、このキャラに関しては優先順位かなり低め。まあ、一応リーダースキルがね、サムライスピリッツコラボキャラのみで組むと、全パラ2倍に3コンボ以上で攻撃力が上昇最大8倍と、HP4 倍、回復力4倍、攻撃力256倍あるとはいえどもですね、やはりちょっと使いづらさもあるので、個人的に優先順位は低め。余裕があったら交換ぐらいでいいと思います。二次メダル使ってまで交換する人は絶対ないかな。余裕があったらね、取ってあげてください。そんな感じですね。はい。はい、次にサムライスピリッツに関してですね。サムライスピリッツに関してはね、もうこれはね、交換一択。二次メダル使ってもいいよ、全然。アシスト武器としてはね、光ドルキを2つ、闇ドルキを2つ、微延長、HP 強化っていうね、まあ、よくわかんない性能してるんですけど、スキルがね、HP が 50% 減少の全ドロップをロックと、これもはや直入れしても強いんじゃないかってぐらいにね、まあ、それは言い過ぎたけど、自称系リーダーとして強すぎる。リーダーじゃないわ、スキルとして。1ターンなんですよ、これ、スキルマ。1ターンスキルまで HP50% 減らすんですよね。自称系のリーダーと合わせたらですよ。言うなら毎ターン HP50% 以下にできるみたいな。増えた瞬間 HP50% 以下にできるから超強いんだよね。1ターンのキャラにアシストした場合2ターンに1回打てるわけだから、アシストしても強いと。もう超強い。てかめっちゃ強いの。当たりなの。やばいの。そんなキャラがなんか無課金に出たから、なかなかやばいし。で、しかもこれね、しれっと全ドロップをロックってあるじゃないですか。これね、ロックって、敵に使われるとうざいんだけど、自分から使ってもそこまでうざくないんだよね。別に。盤面作ってからロックできるからね。なんで、例えばルーレット対策として、これ実質毎ターンね、ロック打てるんで、ルーレット、完璧に対策できるわけですよ。まあ、変換とかちょっとめんどくなるけどね。まあ、そういうところも非常に強いところだとは思います。まあ、そんな無限の可能性がある無課金キャラ取らない理由なんてありません。絶対にね、このキャラを優先して取ってもらえればなと思います。もう最悪これ取れば別にね、黒子に関しては別に俺いいと思います。本当に絶対こうちゃ取ってほしい。そんなね、超ぶっ壊れた無課金キャラ、サムライスピリッツですね。これが、交換所の2体となっております。はい。はい。ということで続きまして、静か御前ですね。これに関しては、ダンジョンで取れるキャラなんだけど、まずね、進化前に関して、進化前に関しては、まあ、なんか、覚醒に関しては、まあ、よくわかんないよね。チーム HP 強化2つに、スキル封印2つに、HP80 倍除去が3つに、お邪魔ドロップのカゴ。まあ、使い道よくわかんないけどね。スキル、闇ドロップをロック、全ドロップを回復とお邪魔ドロップに変化。これがね、こんなキャラね、いないんだよね、パズドラに。そう、だから無課金キャラの割に、他のキャラが持ってない闇ドロップをロックしてから、回復お邪魔生成っていうね、スキルをなんと5ターンで打てる、5ターンで。なかなかにこれもスキルが強いんだよね。だから持っておく価値はあると思うので、まあ、個人的に進化前は1体。1体作っておけば十分かなと思います。はい。で、進化後に関してはこれ P 上げ必須なんだけどね。まあ、個人的に1体は作ってもいいと思います。もう全然。まあ、このね、スキルがね、最上段横一列を闇に、最下段横一列をお邪魔に変化して、チームの総攻撃力 ×50 倍の闇属性攻撃っていうね。これしかもチームの総攻撃力ってこれ別に属性縛りないわけですから、ね、やばいんだよね。これ伝わるかな？アテナナザー6体いたら、それ全部乗るんだよ、攻撃力。化け物でしょ、はっきり言って。そんなキャラが普通にいるんですよ。これ個人的に俺2体作っていいと思う。うん、でもね、多分 P 上げのコストとかもあるんでね、個人的にまずは1体だけ作っておいて、あとはまあ、残しておけば、進化の状態で残しておけばね、欲しいタイミングで P 上げすれば別にいいんでね。でも進化後、もしくは進化前の携帯でね、1、2体は確保しておくことを絶対お勧めします。まあ個人的に作ってほしいキャラとしては、進化前1体、進化後2体が一番ちょうどいいかなと思います。まあそれぐらい強いブレスキャラなんでね、このキャラに関してもぜひ押さえておいてください。はい。これがね、無課金キャラの静か御前となります。はい。さあ、ということで、ここからは、サムライスピリッツクエストの中級紹介していこうと思います。はい。まずは、ソロの周回編成の紹介ですね。まず一つ目が、これちょっとね、ベルは使ってるんだけどね、まあ、PDC の編成、組んでもらえればいいと思います。はい。まあ、これが一番編成難易度高いけど、一番まあ、効率いいよってやつかな。まあ、やっていきましょう。
まあ、ちなみに今回の演出の場合はね、ベロアなんでね、ベロアにラー継承してあげて、そして10兵にね、はい、ダンジョンボーナス武器をつけてあげてという感じになってます。3体しかいなかったんで3体だけつけてます。やっていきましょう。まあ、正直別にねこれねダンジョンボーナスゼロでもね全然落ちるんですよ。落ちるんだけどやっぱさ気持ち的にさ、まあちょっとでも落ちやすい方がいいじゃん、やっぱりたくさん回るなら。ていう理由でダンジョンボーナスいっぱいつけてます。ジュベがねダンジョンボーナス持ちなんでね超優秀です。ちなみにジュベに関しては別にいなかったら固定ダメージとか何でも OK です。はい、この人たちね77,777 あれば全員倒せるんでね、まあ固定ダメージなら基本何でも OK です。はい、でもね10兵だったらねダンジョンボーナスありで倒せますからかなり楽です。まあ個人的に10兵いっぱい引いちゃった人はね今使うのおすすめ。てか今10万に2回入ったんだからそのまま倒せよまあ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 いいや。でラストですね、ここでダメージ使います。はい、こんな感じで周回できる編成となっております。めっちゃ楽で、ダンジョンボーナスいっぱいあるんでちょっと落ちやすくなっていると。まあ普通にやるよりは落ちやすいので、まあもし組める人はね、まあもちろん落ちやすい方がいいんでね、ぜひともこの編成使ってあげてください。じゃあね、一応もう一個編成紹介しておきます。ベロアにラー継承っすね。まあ、ベロアちなみにリヴァイとか、あとはまあなんだっけ、もう一体いたよね、あ、キサラギナイトとか、そこら辺全然 OK です。はい、ベロアにね、まずラー継承してあげてるんでラー使って、でここからラー5回打ちます。でダンジョンボーナスゼロなんで落ちやすさは、かなり悪くなってる、落ちづらくなってる明らかに。まあただ別にね言ってもまあ落ちるので、ソロ周回したい人は全然これでもいいよ。これ結構今回運いいね、結構落ちてるね。まあ正直別にでもね静かオゼン欲しかったらマルチ紹介するのもありだとは思うしね。まあ別にそれが嫌だって方はねベロアとか使って、中級回ってもらってもいいと思います。特に俺みたいなね場合だったらね、俺結構なんか他の作業しながら周回とかするんで、こう相方さん待たしたりしちゃうんですよね。どうしてもそういう場合ってもう最悪じゃないですか。だったらソロでやろうが絶対いいですよね。なんでこんな感じでソロで周回したい方はねぜひとも参考にしてみてください。続きましてマルチいきましょう。はい、ということで、続きましてマルチの周回編成やっていこうと思います。この編成だと編成難易度ちょっと高いかもしれないけど、花火でバンバン突破していける感じになってます。で一応ねスキップの編成も、あるにはあるんだけど、編成難易度がかなり壊滅級なので、まあ、今回はねちょっと省きました。はい、まず1階層ですね。はい、こんな感じでまずは、6コンボ組んで突破していきます。で、5手で組めるんで今の6コンボ、あとで一応少し話しますけど、めっちゃ簡単です。もう木をねどっちもつなげるだけなんで、さっきの超簡単です。これで6コンボ組めます。でホットル強くね、ちなみに友情とかでも別に大丈夫です。普通に6コンボ組んでもらっていつも通りでも OK です。で2階層ディオスで突破して3階層、ここカラクリゴイモンで突破していきます。まあ、攻撃キラー武器とか、マルチブースト武器、まさに今回タムタムが持っているマルチブースト武器とかで OK です。これで突破していけると。はい、泥鏡の数によっては武器いらんのだけど、まあね、うん、そうですね。はい、で4階層ですね、ディオスで突破していきます。はい、で、さっきねディオスが俺のバインド弾いてるんだけど、今回、ディオスにバインド耐性武器つけてます。まあ別にね、楓にバインド回復のスキル継承してあげてバインド回復してからディオスでもいいですし、まあある方はね楽なんでバインド耐性武器つけてあげてください。でバインド弾いてあげてディオスで突破していくと、まあこの方が楽だからね、まあそれはこっちの方がいいよね、どうせだったら。なんでバインド耐性武器つけました。はい、でこれで突破していくと。まあ映画はちょっと編成難易度その分高いかな。でラスト6階層ですね。はい、6階層、はい、なんかしてくるけど、ディオスからの、はい、ハンターで OK です。でこれであとは無効貫通を組んでいくと。これで突破していきます。めっちゃ簡単。まあ、ケツアルコアトルに関してはね別に何でもいいんでね、木の無効貫通持ってれば何でもいいです。超覚醒発動しないからそれだけ一応強い、ね、ゼラとか入れないよね。これで周回できます。めっちゃ簡単。これで周回できて、ボスキャラがたまに落ちる。落ちなかったし今回、ふざけんな。ちょ、もう一回入れて、あ、はい、まあ一応ね、ハンズを使った後ですね、1階層ディオスからのハンズを使った場合、こんな感じで木つなげて、さらに下で木をつなげます。これで終わりですね。もうめっちゃ簡単っす。本当にもう。誰でもできるんで、はい、こんな感じで木組んでもらえればいいんでね。すごい楽に組めるんでね。ぜひ1階層ハンズを引けた方は、こちら使ってもらってもいいかなとは思います。はい、という感じですね。代用解説していきます。楓に関してはね、ミト継承してたんだけどね、さっきの動画の通りね、ディオスにバインド耐性武器をつけてあげることによって不要になります。まあバイン耐性武器が余ってる方はディオスにつけてあげるとかね、ない方は必ずね、楓にバインド回復ね、2ターン以上のバインド回復をつけてあげてください。でディオスに関しては代用なしで、天狗継承のねこのなんだっけ、服部装備かな、服部半蔵装備に関しては
もうとにかく盤面で6コンボ組めれば何でもいいんで、いつもの周回編成とかで使ってるね、6コンボ組み用のキャラを使ってあげてもらえれば OK です。まあ、2色変換、上下2列変換とかね、そんなので OK です。まあ、ただね、もしね、ハットリハンズ武器がある方はこれダントツで楽なんでね、ぜひ使ってあげてください。で、カラクリゴムに関してはこれマルチブースト武器ですね。マルチブースト武器、例えばね、今回ゲットできた、サムライスピリッツのあの子。はい、タムタムですね。タムタム武器とかでも全然 OK です。マルチブースト武器ね、これタムタム武器使えるんでね。でも OK ですし、例えばね、他にマルチブースト武器で言いますと、アシスト武器のマルチブースト武器なんで、はい、これで、こんな感じ。いっぱいあるんでね。ここら辺のキャラ使ってもらっても全然 OK ですし、もしくはね、攻撃キラー武器ですね。攻撃キラー武器でも OK です。攻撃キラー武器を使ってあげても OK。マルチブースト武器、もしくは攻撃キラー武器を使ってあげればね、3階層普通に抜けますので、マルチブースト武器、もしくは攻撃キラー武器を使ってあげてください。という感じですね。ビーガンに関してはね、ディオス3体代用なしで、コマさんの場所に関してはね、木の無効貫通なら何でも OK です。直角性以外でね、木の無効貫通を持ってるキャラを採用してあげてください。で、ラスト、カイドに継承してる、ハンターに関してはラストで、無効貫通が組めれば何でも OK。 一列変換とかね、例えばライラとかでも全然 OK です。一列変換とか適当に使ってあげてね、無効貫通組んでもらえれば OK です。そんな感じで代用できるようになっております。はい、ということで今回の動画はここで終わろうと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。